こんにちは。営業実務コンサルタントの島田です。よろしくお願いします。今日はですね、ナンバー95ということでお話をさせていただきます。旬っていう話なんですけど、なんやねんっていう感じなんですけどね。我々、特に電話屋さん系っていうんですかね、営業するときに常にこの旬を考えるんですね。要は、社長こんなの知ってますみたいなので、お客さんに会うためのきっかけ作りとして常にアンテナを張っといて、それで、あ、これ新しい、これ面白そうっていうのをお客さんに持っていきながら、その商品を売ろうっていうのも当然ありますよ。ありますけど、そうじゃなくて一緒に、あ、電話機そろそろみたいなね、こういうことをずっとやり続けてきたんですね。例えば今だったらコロナって絶対旬じゃないですか。ということは皆さん困ってるんですね。例えばサーマルカメラって、知ってる人は知ってると思いますけど、今検温するのでこうやって近づく、お前近づくなよみたいなね、嫌じゃないですか。それが離れたところで、要はセキュリティカメラみたいなやつで体温を測っちゃうんですね。空港とかに置いてあるやつです。あれでだいたい20人ぐらい一度に検温して、体温が例えば、37度5分以上ある人はピッて光るよっていう風に設定ができちゃうんですね。そうすることで、こう近づく必要ないじゃないですか。近づかない、お前近づくなよみたいなね。あと検温渋滞みたいなのもなくなりますよっていうような商品であるとか、これはあんまり知らないと思いますけど、レスパーっていう NASA が開発した空気を浄化する仕組みあるんですね。これ空気清浄機じゃないです。実際ですね、過酸化水素とか、光触媒とかっていう、あとオゾンとか出したり、それで空気を、菌を直接攻撃するっていうようなものなんですけど、これからね、どんどん暑くなるじゃないですか。暑くなって換気だって窓を開けてったらもう死んじゃうよみたいなね。いや、もう熱中症の方が心配ですよってなりますよね。ということは、こういう商品を置いておくことによって、これ実際にすげえなと思ったのが、インフルエンザウイルスには効果が実証されてるんですね。それでまだコロナには実証実験されてないんですけど、効く可能性だってあるじゃないですか。少なくても空気清浄機よりは全然マシです。空気清浄機ってフィルターでこうやってこの中通らないやつだけこう防御してますよね。インフルエンザウイルスとかコロナウイルスって 0.1 なんとかってやつなんですよ。それで高性能のフィルターが 0.3 なんですよ。3倍の大きさ、素通りしますよね。こっちのレスパーっていうのは少なくてもインフルエンザウイルスは撃退してくれるっていうのが分かってるんで、なんかコロナには効きそうな気がするんですよね。分かんないですけど。ということで、こういう旬な話題だったら聞きたくなるじゃないですか。そういうのをこう小脇に抱えてね、いや社長知ってましたみたいな話しながら、いやところでコピー機とかね、そういうふうにやるの。こういったとにかくアンテナ張りながら新しいものを仕入れて、それで話のネタとしながら、プラスバックエンドってやつですね。コピー機とかね、電話機とかってこうやる。ぜひぜひね、そういう話題を常に仕入れながら、旬を意識して営業するっていうのを覚えられるといいかなっていう話です。終わります。